セイン・バドルッティーン風刺、ないし、フセイン・バドルッティーンがある風刺は、在ド派の宗教、政治、軍事上の指導者で、1993年から1997年にかけては、ハック党の所属でイエメンの大議員議員を務めていた。彼は、2004年に始まった、イエメン政府に対する風刺の反乱のきっかけとなった。彼は、 一時は将来有望な政治家として知られ、イエメン西北部山岳地帯で広く宗教的、部族的な支持を集めていた。風刺運動は2004年に彼が暗殺された後、その名を冠して呼ばれるようになった。風刺は1956年にサーダ県マーラン地方で生まれた。父、バドルティーンアある風刺は、在庫派の裏マーで、息子、フセインの死後、 短期間だけ、風刺運動の指導者となった。弟子の一人によると、風刺は一時期、父親や弟、アブドルマディク風刺ら家族と共に、イランのゴムに住んでいた。この弟子によると、風刺は、イランの最高指導者、アリー・ハーメネイや、ヒズボラの指導者、ハサン・ラスルン・ラーフとも親しかったという。風刺は、イエメンの在ド派、シャーフィー派の政党だったハック党の党員であった。 この党はイエメン南部の分離独立運動を支持したために政府の直接の攻撃対象とされ、フー氏は逃亡し、本人の言うところではシリアへ逃れ、ついでイランに移った。イエメンへの帰還後、フー氏は真理党から離れ、自身の政党を作った。フー氏は1990年、内市1992年に青年振興運動としようと企て、 許可されていない宗教活動の拠点を設け、アンサール・アッラーと称する武装集団を作り、暴力的な反アメリカ、反イスラエルの抗議活動を展開したとして、風刺を求断したが、確かに風刺の支持者たちは、イエメン政府がアメリカ合衆国と近すぎる同盟関係にあると感じていた。2004年6月18日、イエメンの警察当局は、 サナアのアッサーレハモスクの前でデモを行っていた、風刺の支持者たち640人を拘束した。2日後、イエメン政府は、風刺が企てているとされた、反乱の収束を狙って、彼の捕獲に5万5千ドルの懸賞金をかけた。7月、イエメン陸軍は、風刺の支持者たち25人を殺害し、懸賞金を7万5千0百ドルに増額した。 イエメンの保安当局と風刺派の間では数ヶ月にわたって戦闘が続けられたが9月10日に至りイエメンの内務省と防衛省は声明を出し風刺とその側近20人をサー県マラン地方で殺害したと発表した2013年6月5日武装した反乱勢力が多数を動員する中何万人ものイエメンのシーア派の人々が サーダで行われた風刺の意外の改装に産でした。イエメンの新政権が彼の意外を家族に引き渡したのは2012年12月28日であったが、これは国民和解のための交渉を始めるための善意を示すジェスチャーであった。2012年のイエメン革命で退りいたアリアブドラーサーレ派が率いた前政権は風刺の墓が在道派の聖地となることを恐れ、 2004年に意外を、サナーの中央刑務所の敷地内に埋葬していた。イエメンの大統領アブドラッポ・マンスール・ハーディは、この葬儀にナシロを派遣したが、風刺派のスポークスパーソンは、この葬儀に、国外から参列しようとした一部の人々への詐称の、発給を中央政府が拒んだこと、イエメンの首都で、風刺の肖像が引き裂かれる事件があったことを踏まえて、中央政府を求断した。 風式の姓は、部族名、風刺族から取られている。風刺の弟たち、アブドルマリク、ヤヒア、アブドルカリームは、いずれも、反乱勢力の指導者となっている。ありがとうございます。